こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日はこちらですね、ヘルニアの治る順番っていう話をしていきます。で、これ何の話なのかと言いますと、ヘルニアってのは治療とかしていきなり例えば痛みが取れてしびれがなくなって普通に歩けるようになるってことはないんですね。まあ症状の状態にもよりますけども、基本的にはもうヘルニアでひどい状態になっているっていうのはかなり体の状態として良くないので、治るのも少し時間がかかるんですね。なので特にヘルニアっていうのは治る順番みたいなのがあるんですね。それをちょっと今日はお伝えできればなと思います。で、ヘルニアまず治療していって一番に何が治るのかと言いますと、一番は普通に痛みですね。きつい痛みっていうのが取れてきます。取れてきて、例えば仰向けに寝れるとか横向きに寝れるとかいうようになってきます。だから痛みが取れて寝れる状態になってくるんですね。ただこの時っていうのはまだ例えば立つと痛いとか座ると痛いっていうのは結構残ってたりするんですね。ただそれは痛いけども少し上向きに寝ると寝れるとかいう風になってきます。で、この次に次何が治ってくるのかと言いますと、次は立っての痛みですね。なんか寝てたら楽だけど立つと痛いんですっていう痛みが取れてきます。これは何でかいうと負担のかかり方ですね。椎間板にかかる負担というのは寝てる時が一番かかってなくて、次に立ってる時の方が負担かかるんですね。なので椎間板に負担かからん姿勢やったら痛み出ないけど、立つと痛いっていうのが結構この状態ってあるんですけども、そういうのも取れてきます。これが大体2番目ですね。ただこの時にまだ残ってるのがあるんですよ。それが次に取れてきます。で、それが3番目の座る姿勢です。座ってる姿勢が取れてできるようになってきます。で、これなんか2と3って逆なイメージがあったりするんですけれども、椎間板っていうのは実は座ってる時の方が負担がかかってるんですね。なので立てるようになったけど座る時まだ痛い、足がしびれるってことを結構訴える方が多いです。で、それも続けていくとだんだん取れてきます。で、負担のかかる順番としては座ってる姿勢が一番かかるんです。で、次に立ってる姿勢で、最後に寝てる姿勢っていうふうに負担ですね、椎間板にかかる負担っていうのはこの順番で大きいんです。だから座ってる姿勢が一番椎間板に負担かかってるので、これが最後に取れてきます。で、実はこの次があるんですね。で、これができてさらにしていって最後に取れてくるのがしびれで、実はしびれっていうのが一番ね治りにくいんですよ。っていうのも負担が取れてきたら しびれを起こしている原因っていうのがなくなってくるので、神経っていうのは回復してくるんですけども、神経の回復っていうのはすごいゆっくりなんですね。1日1ミリとか言われてるんですね。なので痛みは取れてもしびれが残るって結構経験した方多いと思うんですけども、やっぱりしびれっていうのは治りにくくできてます。なので順番的にはこの順番で治っていくことが多いです。ただあくまでこれが多いっていうだけでこれ通りにいかないこともありますけども、基本的にはこの順番で治っていくのをぜひ覚えておいていただければなと思います。だからヘルニアはすぐ治るんじゃなくて、こういう順番を経て治っていくっていうのをぜひ覚えておいていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。